はい、どうも、オリオンです。今回の雑学は、古くなった消火器が火事以上に危険な理由。はい。もしも火事になったら、当然消火活動をしないといけません。そんな時に使うのが消火器です。各家庭に1台はあるはずです。で、使い方は簡単で、ピンを抜いて握るだけというもの。で、そんな消火器ですが、実は、とても危険なんです。危険な消火器というのは、製造から8年過ぎたもの。消火器が耐えれる年数というのがあって、それが8年と言われてます。なので、8年を過ぎてしまうと破裂する危険があるわけです。消火器の容器は、年月とともに内部の圧力に耐えられなくなってくると。で、もしも屋外に置いてたら、8年も持たないと言われてます。もしも8年以上経った消火器があったら、使わずに交換することが大事ということですね。はい。